末エ駅は、鳥取県鳥取市伏野にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。快速列車は、米子方面駅の多くが停車する一方、鳥取方面駅は、平日1本と休日2本のみの停車である。相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。かつては北口に駅舎があったため、北口側が一番線ホーム。 南口側が2番線ホームとなっている。現在では南口に美、萩の団地という住宅団地があることから圧倒的に南口の利用者が多い。鳥取鉄道部管理の無人駅で2番線ホームの待合室に自動券売機がある。また2010年3月には南口側の歩道が整備されスロープが設置された。2番線ホームの待合室横に 男女兼用の推薦式便所が設置されている。1.2番線ホームとは、個線橋で行き来できる。鳥取市統計要欄によると、2019年度の年間の乗車人員は17.8万人で、1日平均の乗車人員は486人と算出できる。近年の乗車人員の推移は以下の通りである。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は、 列車記事を参照のこと、ありがとうございます。